皆さんこんにちは、山本です。はい、黒岡です。はい、今日はこれ皆さん分かりますか。これローって出てますよ。あー、ピーって測られた。はい、41。暑いですよ。暑い暑い暑い、本当だ、スマホ暑かった。はい、あの非接触型体温計ですね。コロナで検温してるじゃないですか。あれ見て、これ動物でも測れるじゃんって。動物によってその基礎体温っていうのは違うんですよね。なのでそれをチェックしていこうかなと。調べたら出てくるんだ、平均体温って。そうそうそう、めったなことないと分からないから。動物の体温を測るときは、まあ、大体お尻かな。例えば鳥の足は何度でしょうみたいなは分かりますからね。動物に負担がないのが違う。そうそうそう、楽。じゃあいろいろな動物の体温を測っていきましょう。やってく、やってく、あどいとってく、やってく、体温を測ってく、やってく、やってく。レイちゃんも。35度、35度、鳥の体温高いんですよね。体温高いです。40度と。本当に40度あるの？代謝を良くすることで飛んでおけるような体温にしてほしい。 35.8 だって表面ですもん。ガラシャからして。でも口の中でもいいんですよ。あー、こんな。38.1、 36.2、 36、 35.9、 36ぐらいですね。平熱仮面35。じゃあ次、コンタクト。山本さん逃げられてる。温度測らせてもらっていいかな。ね、ちょっとだけ無理。分かった、餌を持っていきましょう。行きます。もう低すぎるんだ、多分。33.5。ちょっと低い。低すぎてローって出るんですよ。トラファルガーロー。コールダックや。いや、なんでスルーするんですか。まあ、体温計なんで低すぎるともうローって出るんですよ。トラファルガーロー。スタート。ナイスナイスシュー。まずい。でも高いね。おー、高い。暖かいよ。うわー、やっぱすごい。40度ぐらいあるんだね。あー、うわー、高い。鳥の羽はですね、このこれですね、羽毛が高温とか断熱効果があるので、これが一番暖かくなります。いわゆるダウンですね。全然違うんだね。面白い。でもやっぱこのちゃんと皮膚とかってたら体温逃げていかないようになってる。うん、確かに。頭の半分の部分。もうやっぱ高いんだよ。大ちゃん、ピッ。平熱、取ってよし。ピッ。平熱、取ってよし。大ちゃん、大ちゃん。あ、噛んでる。あ、怖い怖い。ドキャサルとかも食べたい。食べます。アヒルとかカモを見て冬川で泳いでるのってあれ凍傷にならないんかなって思います。動脈と静脈が絡まってる状態になってます。で、動脈からは温かいのが来て静脈が冷たいっていうのが普通の冬なんですけど、こう絡まることによって温度を交換する仕組みがあります。動脈と静脈で、まあ温度をうまい具合に保ってるみたいな感じ。山本さんもワンダーネット搭載したらいいじゃないですか。いやでもまあぶっちゃけて言えば山本さん冬でもサンダル履きますから海にも入るし。じゃあ測ります。熱無理。あ、山本さん、あ、ダメだった。あ、熱持ってる。高っ。 38.7。ヤギもちょっと平熱が高いじゃ高い。すごい高いね。ちょっと肛門失礼します。あ、でも
大体38。まあでも大体ヤギの平均体温がそのぐらいかな。38から39度。寒いのとかは強い。いっちゃん飛んできた。ポンポンポン。壊れる壊れる。分かってる。トン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 。分かった。ありがとうございます。ちょっと赤いな俺。もうじゃあつむじ。おお、36度8。キャサリン来ましたよ。もう一回？もう一回あるかも。高いっす。やばい、大ちゃんが降りた。だいたい38ぐらい。ちゃんと皮膚に当たればこのぐらいが平熱になる。なんかすごいな。頭のこう。うわ。こんなもんですね。ちょっと高いんですね、体温。38度ぐらい。なんか立場逆転してますよ、山本さん。人間がいるはずのところにモルがいて、モルがいるはずのところに人間いるんですけど。はい。降りて。ヤンさんパンツ見えてる。長崎バイオパーク。はい。はい、ジャンプ。はい、ということで、測ってきましたね。じゃあ、どうでしたか？やっぱ動物それぞれの温度があって面白かったって言ってますね。あと、結構正確だったって言ってますね。じゃあ、大ちゃん、結論は？なるほどですね。さあ、わかりましたね。うん。その結論は確かに正しいと思う。コメント欄にこう言ってたんじゃないかっていうのをぜひ書いてください。うん、さすが賢いね、大ちゃん。うん、大ちゃん。でもこういう系は面白いで、どんどんやっていきたい。まあ、単純に僕らも気になるところ、うん、足の温度と体の温度の違い、頭の温度とか全然知らないですからね。もっとこういう実験見たい、検証見たいって方はチャンネル登録してください。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今体温高いか高くないか聞いてみましょう。じゃあちょっと筋肉に聞いてみたいと思います。おい、疲れてるぞ。暑いのか暑くないのかどっちなんだい。パワー。暑いですよ。いやー。さあ聞かれてるぞ。暑いのか暑くないのかどっちなんだい。暑くない。こんな感じ。パワー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 。はい、頑張れ。やばい。おかしい？